日本北海道札幌市東区栄町栄町は北海道札幌市東区にある地域である。抗義にはかつて町名として栄町を称していた地域の故障であり、競技には現在栄町の町名を称している区域のみを示す。札幌市営地下鉄東方線栄町駅この地域は札幌市営地下鉄東方線栄町駅を中心とする完成な住宅街であり、 北東側には札幌飛行場や札幌コミュニティドームがある。札幌村時代は列列府と呼ばれていたが、1955年の札幌市編入に際し、地域の発展と繁栄を記念して、堺町という町名が付された。しかし1960年代から札幌市の人口増加による宅地化が進み、それに伴い段階的に上町目線を採用したため、 町名を称する区域が次第に縮小していった。現在、栄町の町名を称している区域は、岡田飛行場滑走路の北西側もしくはその周辺であり、市街化調整区域として宅地化を規制しているため、宅地化はされておらず畑や小さな工場などが点在する状況となっている。滑走路の西側には都道無があり、2009年からは、 札幌雪祭りの会場としても使用されている。この地域にある小学校または中学校は公名に栄養関する傾向があり、これによりこの地域の広がりの範囲が推察できる。学校名に栄養関するものは下記の通りである。札幌市人口統計札幌市2017年3月20日閲覧総務省 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム化番号企画室市外局番の一覧総務省 P12016 年5月4日閲覧札幌地名校 P62 ありがとうございます